バンダイ。で、subí en un test.
しまった。
眠ると熱々でしょ。かけっこしましょう。私を失望させない。地道に一歩一歩、財宝は多ければ多いほどいいわね。
財宝は多ければ多いほどいいわね。終わりだ。天の裁きだ。ん？何かね。用件があるなら手短に言ってくれ。絶版本をたくさん持ってるって聞いたぞ。テイワット観光ガイドのリーユエ編を借りたいんだけど、持ってるか？本の話はやめてくれ。聞きたくもない。双眼巨園が閉鎖されてからうちの鉱石の売り上げは激減だ。その上ファデュイまで邪魔してくるし、支払いのためにわしの愛書は全て質に入れたよ。これがどういう意味かわかるか？違う、本はわしの人生だ。わしが一生かけて集めた大切なコレクションが全部なくなったんだよ。君たちに叫んでも意味がないことくらい分かってる。それより早く金を作る方法を考えないと。他に用がなければ帰ってくれ。世間話する気分じゃないんだ。それはあの新小説劇録の第6巻も七に入れたということかな。おや、そのタイトルを知っているとは。君はなかなかにいいセンスしてるな。オイラたちにはセンスがないって言ってないか。それは時代を代表する記書の一つだ。出版された時は誰も興味を示さなかったが、後に武教小説に対するイメージを変えるものとなり、それを模倣するものもたくさん現れた。最初の印刷数はかなり少なく、すぐさま絶版したんだよ。その後重版されたのだけど、続編として出版された第6巻だけはなぜか再版されなかった。そうそう、その通りだ。数がとても少ないから、どれだけ金に困っても質には入れられないよ。
つまりその本はまだここにあるということだね。ああ、唯一わしの手元にあるコレクションだ。おい、お前いつまで待たせる気だ。石箔売るのか売らないのか。シゲサイコー様を怒らせたらファディを怒らせたことと同じだからな。どうなるか分かっているんだろうな。はあ、また君か。それでも7割も引かれた値段で売るわけにはいかない。そんな値段で売ったら永遠に本を取り戻せなくなる。そんなことは知らん。本を読みたいか生きていたいかお前が選べ。それとも本を抱えて棺桶に入りたいのか。そんな。お兄さん、商売というのは互いが合意した上でするものだ。強要はいけない。なんだお前。お前には関係ないだろ。コカハユクアキ、ただのおせっかい者だ。コカハ、今コカハと言ったか。この時代にまだコカハを口にするやつがいるとはな。ただの名前だけのモンパだろ。よくも俺の前に立てたもんだ。正義と肩書きは関係ない。君も虎の意を狩る狐のような召使いだろ。お前首を洗って待ってろ。絶対に痛い目に遭わせてやる。あとお前もだ。あの鉱石は何が何でも売ってもらうからな。はあ、生き地獄とはまさにこのことか。ところで例の本は貸してもらえないだろうか。いいんだ、心配してくれる人なんて求めてはいない。さっきかばってくれた礼に貸してやるよ。ありがとう。この本を3年も探してたんだ。この恩は必ず返す。そういうのはいい。本をちゃんと返してくれれば大丈夫だ。コカハの弟子に期待なんかしていないしな。私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。ここで本を読むのがお前の正義なのか。へえ、こんなことが。なるほど、面白いな。おい、話を聞け。人気なのもうなずける。おい、そうだな、鉱石を安くしないと痛い目に遭わせるって。
まるで強盗みたいだ。勝手に僕を仲間外れにするな。聞こえてたんじゃないか。この本を借りたのは、このままだと上級殿がこれを質に入れるだろうと思ったからだ。彼に言った言葉は嘘ではない。恩を必ず返せ。それが義経というものだ。この本は僕が代わりに保管する。そして彼の他のコレクションも僕が何とかする。もちろん方法はある。すでに心当たりもあるし、あとは司祭を決めるだけだ。ここで少し観察させてくれ。あまり時間はかからないから。まだこんなとこにいたとはな。さっきのがただの脅しだとでも思ったか。バカ派のくせに大した度胸だ。ああ間違えた、コカ派だったな。灯籠が斧を持って竜舎に向かうということわざがある。あ、何言ってんだ。帰ってくれ。強引な商売は僕が許さない。それに相手が恩ある上級殿ならなおさらだ。お前またそいつの味方をするのか。タイミングが悪かったな。今日はファデュイの方が後ろについているんだ。コカ派のやつなんて目じゃない。僕はまだ若いが、それでも数年世間を渡り歩いてきた。悪人を恐れる必要がどこにある。ならこの俺が痛い目に遭わせてやるよ。あんた、私と遊びに来たら助かるよ。こっちはいいよ。はっ、へい、はっ、はい、形は精神と、いや、はっ、はっ、ただの石ころかと思ったら、まさか神の目だったとは。今日のところは見逃してやる。このままで終わると思うな。覚えてろよ。痛い目に遭わすとか言っていたけど、彼には一生無理だろうね。いや、誤解だ。さっきのやつの言葉は悪いが、コカ派に対する評価はまあ間違っていないかな。僕も門派を立て直したいという気持ちはあるけど、それは一朝一夕でできるようなことではないんだ。あいつら今は言ってくれたけど、きっとまた来ると思うぞ。ああ、恩人殿を困らせるわけにはいかない。商売にはやり方があるんだ。この件は僕が最後まで責任を持つよ。ファドイが商人の味方をするとは考えにくいけど、あの召使いの態度を見た感じ嘘ではなさそうだし、本当に手を組んでいるのかもしれない。それに先ほど奴が言っていた重細工、その名を聞いたことがある。彼の屋敷はリーユエ校でもかなり目立つんだ。君たちは何か手がかりがないか探してきてくれないかな。まあお前の考えは筋が通ってるけど、お前はその間何をするんだ。僕は他に調べたいことがあるんだ。そうだな、後でリーユエ校の玉境台で集合しよう。本当だよな。オイラたちを雑用係として使ってるんじゃないよな。おお、そんな考え思いつきもしなかった。素晴らしい、言葉にできないほどの良案だ。うん、腹が立つぞこいつ、殴りたい。わかった。でもオイラを怒らせたやつには嫌なあだ名をつけてやるぞ。
そうだ、本の虫にしよう。僕のことは待たなくていい。先に出発しててくれ。あと1ページ読んだら僕も出発するから。あと1ページね。の名において、その命いただいたわ。犯罪の名において熱々でしょ。ふっやっはっはっやっ、無駄な努力をやめたら待ちなさい。
見せよ、オズ。またか。やっ、あっ。断罪の名において、気持ちいい天気。星と深淵を目、無事今日の依頼を。
ほい、ほい、はあ。Pyro or ooh, I can use this with you. お嬢様の仰せのままに。へっ、あたしをこ、師匠の技を喰らいなさい。はっ、はっ、やっ、はっ、熱々でしょ。求めている。
私ってとんでもない。やっ、うん、は答えなさい。の名において熱々でしょ。やっ、たっ、はっ、師匠の技を喰らいなさい。やっ、はっ、かけっこしましょう。またか。百発百中。黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。熱々でしょ。
話が通じないなら叩くまででしょう。うん、おとなしく仕上がる。おとなしく仕上がれ。この瞬間、お前は永遠を手にする。こいつはどうだ。
料理の時間だよ。はっ、やはっ、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 やっ、あつあつでしょ。それはっ、ミュージックスタート。おとなしく仕上がる。これ風邪ひくなよ。料理の時間だよ。おとなしく仕上がる。これ熱々でしょ。やっ、はっ、やっ、てっ、こいつはどうだ。ふっ、料理の時間だよ。それ、はっ、はっ、やっ、やっ、話が通じないなら、やっ、ふっ、てっ、はっ、すまんすまん。みんなを守るからね。はい。はい、なこ。おとなしく仕上がる。グオパー、火を吹け。来るな。キャ、取りゃ。はっ、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 こいつはどうだ。風邪ひくなよ。できたかな。痛い。はっ、それはっ、おとなしく仕上がれ。師匠の技を食らいなさい。料理の時間だよ。こいつはどうだ。やっ、これ
こいつはどうだ。おとなしく仕上がれ。それはウオパー火を吹け。この瞬間お前は永遠の手にし、本気出さないといけないようだ。料理の時間だよ。手のこと。と。夜の権限。またか。
を見せよ、オズ。ルオパーリオヘイハヤッハッフッ。変身の術、いや、いい、うん、みんなを守るからね。と、嫌だ。レモノ断罪の名によ、熱々でしょ。それ、いや、求めている。師匠の技を食らいなさい。かけっこ
しましょう。本当の極意。はい。行くよ。断罪の名において熱々でしょ。やっやっはっはっはっやっさっやっうっ夜の権限またか。姿を見せよ、オズ。またか。本気を出すしかないわね。みんな頑張ってね。話が通じないならただ助けて。食材が襲ってくるの。いやそれは断罪の名においてまたか。元気出してよ。料理の時間だよ。うん、ふっ、はっ、たっ、はっ、夜の権限。またか。ウオパー、よっけ。それ、たっ、やっ、たっ、ほっ。ミュージック、熱々でしょ。はっ、へい、姿を見せよ、オズ。はっ、へい、はっ、やっ、はっ、やっ、うん、はっ、はっ、はっ、行くぞ。お嬢様の仰せのままに。ウォーター、よっけ。みんなを守るからね。それはあ、断罪の名において、えい、
渾身の術。見せよ、オズ。黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。うん、ふっ、やっ、はっ、はっ、師匠の技を喰らいなさい。た、断罪の名において元気出してよ。料理の時間だよ。姿を見せよ、オズ。はルオパー火を吹け。それふっ、はっ、はっ、できたかな。お嬢様の仰せのままに。料理の時間だよ。はっ、それやっ、たっ、や、断罪の名において。はっ、やっ、それはっ、やっ、やっ、はっ、はっ、姿を見せよ、オズ。料理の時間だよ。
を求めている。ミュージックスタート。捕まらないぞ。よいあっ断罪の名において、あやてのごとくよふっ、元気出してよ。と、ふう、ん、あ、姿を見せよ、オーズ。ほっ、と、えふう、よ、へい、ふん、断罪の名において。気にした。出てこい。と、ほっ。やっは。お菓子でも食べて一息ついたら？一皿持ってきたんだよ。Yeah.
ようこそ孔子様のご友人、バデュイでのご活躍をお祈りしておりますよ。私たちは凡人であり、氷の女工ではありません。凡人の考えは氷の下にある水。ずっと固く鋭いわけがありません。失礼しました。本題に戻らせていただきます。約束は果たしたと孔子様から伝言を預かっております。約束を果たした？あ、人を探してくるって話か？はい、状況を打破できる人を探すと孔子様は約束しました。バデュイの執行官は約束を違えません。じゃあどこに行けば会えるんだ？孔子様は瑠璃邸にいます。おお、瑠璃邸か。聞いたことがあるぞ。リーユェの料理にはリー祭とユエ祭の2つの祭典があって、数百年も対立してきてるんだ。で、リー祭の代表が瑠璃邸なんだ。オーナーはわざと悲運の丘に店を構えて、ユエ祭を代表する新月剣と正面対決してるって話だぜ。そう言わずに、とにかく美味しいものがあるぞ。早く行こうぜ。いやあ、来たね。約束は果たしたよ。君たちを助けられる人、眼神の戦隊が七星によって隠されたという難題を解決してくれる人を見つけた。で、そいつはどこにいるんだ？瑠璃邸にいるのか？ああ、ついてきて。接待を、いや、この国でいう食事会というおもてなしを用意した。いらっしゃいました。個室をご用意いたしました。勝利様がお待ちしております。
紹介するよ。こちらは家業人で王城堂の角形勝利先生だ。うん、リーウェイで王城堂のような仕事はどうしても家業人との商売を避けられないからね。俺たちファデュイはこういう影の下を歩くお友達と付き合うのが好きなんだよ。影の下を歩く。はじめまして。お前たちがモンドで活躍した噂を耳にしたことがある。家業人、影、人を王女。あ、まさか王城堂っていうのは。そうだ、お前の想像通りだ。ふい、王城堂とは葬儀業者で、人々を安心して極楽浄土へと送り出すためにある。あれまさか勝利先生が殺し屋かと思ったのかな。ファデュイのお友達の中には確かに殺し屋はたくさんいるけど、王城堂は違うよ。少なくとも表向きはね。一応家業人だからね、詳細は言えない。とにかく君たちに紹介した理由は。俺ならお前たちに岩王帝君の戦隊に合わせられる。なんだって驚くことはないよ。天柱炎行幸の企みのせいで岩神の戦隊は隠されてしまったけど、まあまずは勝利先生の話を聞こう。岩王帝君は仙人たちの祖だが、仙人の一人だ。リーユへ数千年の歴史を見ていくと、仙人が去っていく傾向は紛れもない事実としてある。なぜなら時代が変わったからだ。絶運の間を訪れた時、そういう変化をお前たちも感じただろう。見ての通り、仙人の時代は遠ざかりつつあり、人の時代こそが徐々に現実となりつつあるんだ。昔、仙人が去ると盛大な儀式が執り行われていた。それがリーユへの伝統だ。しかし今回の件については、七星までもがその伝統をないがしろにしている。そうだよ、真犯人もまだ捕まってない。神殺し事件、それについて王城堂は気になどしていない。王城堂が気にしているのは、仙人を迎える迎仙儀式が盛大に行われている反面、去った仙人を送る送仙儀式が放置されている。旅人よ、孔子殿からお前のことを聞いた。お前は風神の友人なのだろう。俺と共に岩神を送る儀式の準備をしてくれないか。賢明な判断だ。天柱炎行幸、彼女は帝君の戦隊を見ることを禁じた。無事七神を訪ねたいのなら、君にはこの方法しか残ってない。その通りだ。操船儀式に参加することだけが岩神の体に会うことのできる唯一の機会だろう。ああ、納得したのなら俺についてこい。詳細は歩きながら話そう。よし、これで俺の橋渡しとしての役目は終わった。どう？なかなかの結果だろう。さあ、行くなら早くした方がいい。俺のことは気にしないで。ここで崇拝いただいて、ついでに箸の使い方でも練習してるから。旅人、神が去った城をその身で感じた後、リーウェという神のいる地を訪れ、お前はどう感じた？ああ、神のいる地には3700年の歴史がある。これは七国の中でも最も古い。操船儀式を準備する過程もお前の旅の一部となり、
お前の見聞を広めることになるだろう。リーユエは七国で最も繁栄している国であり、神の鎮座や七聖の統治がある。それゆえファデュイの外交手段の多くはリーユエでは通用しない。七聖の一人である行幸は常にファデュイを警戒している。おそらくそれこそ孔子が王城堂の力を借りた理由かもしれないな。総選儀式は孔子にとって何のメリットがあるんだ？それは知らないし知りたくもない。俺にとってファデュイはあくまで資金援助をするだけの存在だ。俺の望みはリーユエの伝統が人々に忘れられないことにある。これは孔子が提供してくれた最初の資金だ。使い切ったら彼に報告してまた資金をもらうといい。さあ行こう。儀式の準備の第一歩は神に釣り合う最高品質のヨドマリ石を見つけ出すことだ。お客さん、海水港へようこそ。天然石で運試ししてみませんか？安くて面白い。その上、人儲けできるかもしれませんよ。天然石？いらないよ。オイラたちは、なんて石だっけ？ヨドマリ石。品質は少なくとも、食傷級のものが必要だ。食傷級のヨドマリ石、観光客ではなかったのですね。失礼しました。すぐにお持ちいたします。こちらはいかがですか？海水港は老舗ですからね。この品質をご覧ください。まさに岩王帝君の贈り物ですぞ。安心してお選びください。このヨドマリ石、三つとも確かに綺麗だ。貴重なものに間違いないだろうな。でもどう選べばいいんだ？適当に。俺が決めるのか？いいだろう。俺が決めてよいのなら答えは簡単だ。おう、答えは？全部もらうぞ。ありがとうございます。さすがお客様、お目が高い。待て待て、店主、今のなし。もう少し話し合うから。おい、儀式に必要なのは一つだけだろ。全部買ったらモラを3倍無駄にするじゃないか。モラ？確かにその問題は考えてなかった。俺のミスだ。はあ、買い物するならモラのことを考えるよな。何事もモラを考えなければならないなら何事もモラに縛られることになる。あ？モラは生まれながらに貨幣だが、貨幣は生まれながらにモラではない。これがお金持ちの世界か。経済学のことは分かるのにお金を節約することは分からないんだな。動揺することはない。たとえモラに縛られても制限された状況で問題を解決する方法はある。ヨドマリ石品質の鑑定は確かに厄介だ。鉱石の品質に関わらずその状態や色艶、
内部の模様に大した差は生まれないからな。ヨドマリ石は器具によって成形された後にその品質の良し悪しが分かってくる。後になって店主に文句をつけても、お客さんの使った器具が良くなかった、火のコントロールが悪かったなどの理由でごまかされるのがよくある手だ。危なかった。こういうのに騙されやすいんだよな。しかし正しい鑑定方法はちゃんとある。知識があれば目利きは可能だ。人の指を持って月を指し、持って惑い物に示すに、惑い物は指を見て月を見ず。どういう意味だ？指で月を指すと賢い人は月を指していることを理解するが、そうでない人は指を見て月を見ないという意味だ。模様、外面、これらは指だ。ヨドマリ石は夜間の照明に使用される奇跡で、輝度の大事さこそが月となる。上質なヨドマリ石は炎元素と相性がいい。すなわち高温の環境下で強く光り、青い鉱石こそが品質の良いものだ。値千金に匹敵する玉石界隈の秘密をお前たちに教えたんだ。あとは実践してみろ。値千金、この先使う機会がなさそうなのが残念だ。店主、戻ってきたぞ。少し焼いてみたいから石を貸してくれ。焼く？いけませんよ、お客さん。焼かれたら売り物になりません。それなら、まあいいでしょう。お客さんの言う通りにします。こうしましょう。3つの石から少しサンプルを削ってお渡しします。今日あったのも何かの縁ですから、それくらいは負けておきますよ。安心してくれ。商売のルールは分かっている。いい功績だと分かったなら損させるようなことはしない。ではこちらがサンプルです。彫刻刀で削りました。番号もつけてあります。薄すぎだろ。紙より薄い、いや虫の羽よりも薄いぞ。ほぼ透明じゃないか。どうもどうも。この石たちはみんなお宝ですから、優しくしてあげませんと。万が一削りすぎたらこちらが大損してしまいますからね。でもこんなに薄いと火で焼いたらすぐ灰になっちゃわないか。商人から利益を奪うことは空腹の狼に食ったばかりの肉を吐き出せと言ってるのと同じことだ。仕方がない。しかし条件さえ整えばこの白片でも十分問題ないだろう。どんな条件だ？炎で温度を上げながら水元素の力で石を守る。そうすればサンプルが一瞬で灰になることはない。おや、お客さん、そういった知識もお持ちとは助かります。先入観を交えずに論じただけだ。それに必ず買うという約束もせず、こちらはサンプルを要求している。これは実に不公平だ。リーユへの契約は公平こそが基本だからな。じゃああとは実験できる場所を探さないと。万民堂か。そうだな、シャンリンがいないうちに。いや、あそこは人が多く、万が一元素反応が暴走したら民衆に害を及ぼしかねない。そう、あ、思い出した、モンドで見たんだ。ダダウパの谷のコーニク族のヒルチャールがすごく大きな鍋を持ってたぞ。丈夫そうだったから、あれなら元素反応に耐えられるはずだ。サンプルを持って早速行ってみようぜ。
風の国に足を運ぶのは久しぶりだ。モンドの友人はリーユエに来るたびにダンディライオン酒を持ってきてくれた。牧歌の城の名酒はスメールの霊神蛇酒よりもうまいと認めざるを得ない。
のヨドマリ石からだよな。あ、またヒルチャールが来た。しつこいぞ。ヒルチャールは食べ物を無駄にしたことをかなり怒ってるみたいだな。姿を見せよ、オズ。さらば、うん。よウサギ伯爵出撃。お帰りなさい。品物は取り置きしてありますよ。どれにいたします？そうそう、オイラもこれだと思った。かしこまりました。お気に召されたようで何よりです。なあ、3番のヨドマリ石を一箱もらうぞ。かしこまりました。ところで、単なる好奇心ですが、お客さんはどうしてこれほど上質なヨドマリ石を必要とされているんですか？なあ、別に言っても支障はないから構わん。操船儀式の器具を作るためだ。操船？確かに噂は最近耳にしましたが、深く聞く勇気がなく信じておりませんでした。でも、それはつまり岩王帝君は本当に、はあ、信じられません。今の海水溝は昔と比べて少し衰えましたが、うちは代々岩王帝君の加護を受けてきたんです。言い伝えによると、200年前に岩王帝君が城南を巡った際、道に迷ったことがあったそうで、その時この海水溝の匙で料理を召し上がったとか。もう過去のことですが、儀式に使うものでしたら、このヨドマリ石は半額で構いません。どう？いいのか？今ま
帝君の加護がなければ今の貿易の都はありませんでした。商人としてそれで儲けを得ようだなんて思えません。天守、その気持ちきっと元王帝君にも伝わるぞ。リーユエ七世とたゆまぬ努力を続ける商人たちの協力あればきっとリーユエは今まで通り繁栄し続けることができるだろう。ありがとうございます。どうしたものか、こんなに泣いてたら金運が逃げてしまいますね。選び終わったことだし、ヨドマリ石を持って。おい待て、半額にはなったけどただじゃないんだぞ。ああすまない、また支払いのことを忘れていた。どれ、うん、ない。何が？モラがない。恥ずかしながらまた手落ちがあった。どうする、結構な額だぞ。そうだ、講師から資金をもらってたよな。足りるか店主に確認してもらおうぜ。十分です、半額ならちょうどこれくらいになります。多少足りてませんが問題ありません。なあ、モラの件が解決したならそれでいい。ヨドマリ石を玉境台に持っていくぞ。あそこで儀式を行う予定だ。一モラも出してないくせによく言うよな。ああ確かに必要だな。今後は俺も善処する。二人のおかげで助かった。よいしょ。